しばらめぐみです。一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうかもう7月も終わろうとしてますね。夏の計画はどんな感じですかね。遠くでボーン、ボーンってなってる。これってもしかして花火大会みたいなね。<laughs> そんな気分で見に行くこともないとかいう人もいるかもしれないし。ね、結構人混み、まあ人混みに足を運ぶのも。 ま、それも一つ夏の風物詩と言って、見に行く人もいるかもしれないし、いろいろな中でしょうけど。さあ、早口言葉の挑戦状、愛知県のドロロさん、初めてお便りを出します。ありがとうございます。聞くだけリスナー15年目を勝手に記念して今回、応募、応募じゃない、投稿ね、しました。え、最近、イヤーエステにハマっている友達から、右利きの人は左耳が汚い傾向があると聞いて思いついた早口言葉です。イヤーエステ 細かいとこ、私、なんか、ものすごく、先々、ね、50過ぎたらア、アロマの勉強して、なんて、冗談半分で言ってましたけど、耳だけの、S、なんかこう、あ、あればいいのになって思いつつ、結構、ツボとか、学んだりとかしてたんだけど、もうすでにそんなところはあるのね。足とかね、目とか、ヘッドスパとか。ああ、そうですか。今は耳ですか。で耳はあれよね、なんだっけ。ピアスとか、でさ、えっ、ー、と、あれでしょ、なえっ、ー、と、ここに、 ピアスみたいなのをギュってやると、ちょっと食欲が減退するとか、そういうツボもね、あったりとかするっていう話もありますけど。まあ、あの、ピアス開けようかなーなんて思ってる方は、本当に、あの、夏とかは気をつけないと、ね、そういう専門のとこに行った方がいいですよ。えー、挑戦して、まあ、えー、ってことで思いついた、えー、早口。右利きの耳磨き。まあ、歯磨きの耳磨きね。ふーん。 いやだな。右利きの人は左耳が汚い傾向があるってやだね。<laughs> せーの,右の。右利きの耳磨き右利きの耳磨き右利きの耳磨きあ、大丈夫でした。ね。耳かきついでに言うと、あの、本当に何でしょうね。あの、ロフトとか、東急ハンズとか、そういうグッズをバラエティ豊かに揃えているところに行くと、 耳かきだけで一体な、何種類この世の中にはあるんでいいっていうぐらいね、ぶら下がっていて、あの、自分では使うことはないけど、例えばね、ジュニアのとかを見るときとかに、こう、中に明かりがつくとかね、そういうのとか、それも LED で長持ちって、いや、長持ちっつったってそんなに長いことみんなが見ないけどっていうのから、何からいろある中で、私ね、本当に、 あの、お気に入りな竹のね、細いのが2本セット、2本いらないなと思ったけど、もうそもそもセットが2本でしか売ってなかったから買ったんだけど、まあ、気持ちいいんだよ、これ。どずーっと、おり、おり、おり、お気持ちいい、うーっうーって、おり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 、やっちゃって、血出ちゃった。バカみたい。本当に。竹のね、細いやつ見つけたら危ないよ。危ないっていうのは、やりすぎてしまう傾向が。 いや、気持ちいいんだよね。もうね、あの、中の汚れが取れるか取れないかの問題ではなく、なんでしょうね、こう、背中がかゆいときに、のかゆいところを、ずーっと書いてたら、やばいかったっていうぐらいな、そういう気持ちよさなんですけど、なんだろうね、あの、こう痛、痛いね、痛点とかさ、味覚だとか、いろんなこう、あの、感覚っていうね、人間には備わっているけど、この耳の中の <laughs>、この、こ やっっってててるだだけで無心にななしまうううこの危険な感じは何だろうって思うぐらいね、ちょっとあの、夏予定のない人は耳かき探しに行ってみるのもいいんじゃない <laughs> お気に入りの耳かきでほんと、えーい、い、そうだな、ね、20分は潰れる。で、次の日も20分潰れる。<laughs> 潰れるって。時間の潰し方を耳かきでいいんじゃないですかこれって海外にもあるのいや、ないよね。なさそうだよね。竹の細いやつ。竹の細おすすめです。